世界の奇妙な話。ここは戦略情報局 OSS、 平たく言うと日々暗躍する特務機関である。本日も戦況を有利に進めるため会議が開かれていた。ヒトラーを失明させる例の計画はどうなった？はい、ヤスの来る階段場所に罠を仕掛けることができました。ほっほっ、水と反応して気づかぬ間に失明させる煙、いくらヤスとはいえ回避できまい。仕掛けは良かったんです。ですがヒトラーの野郎、直前で階段場所を変更しやがったんです。なんと粛清じゃ。こやつを粛清にせい。しなくていい、全然シナリオ通りじゃない。怒られる。一旦やつの情報を整理しましょう。ここに精神科から届いたやつの性格の情報分析が載った書類があります。目を通してください。なになに？毛布をよく噛み、あー、ヒステリーな性格で、もう信じらんないバカアホ、嫉妬深い、悔しい。こんなもんが一体何の役に立つんじゃ。ですよね。いや、使えるね。一体この資料の何を見て、ああ、何が分かったんですか？この資料は、奴が女性の性格であることが記されておるんじゃ。ああ、つまり奴は女性になるにはふさわしい素質を持っているということなんじゃ。じゃが奴は男、それがいきなり女体化したら世間の目はどうなると思う？びっくりするかと。失望する。奴は独裁者としての地位を失うんじゃ。何言ってんだこいつ。概ね合っている。そうなの？ヒトラー女性化計画を指導する。何その名前。計画動かすだけ動かして結局俺が動くんだもんな。どれどれ、野菜、野菜持ってきて。ヒトラーは野菜が好き。なるほど。なんですかあんたら。お前に拒否権はない。ここは買収済みだ。なんでこんなちっぽけな農園なんか買収したんだ。余計なことを考えなくていい。お前はこの液体を野菜にかけて出荷すればいい。それだけ。それだけだ。ああ、そんなことして何になるのかな。いただきます。もん、若造、薬は順調。水でも変性しない高濃度の女性ホルモン漬けの野菜を2週間も食しておる。これで奴はメスになる。勝ったな。ああ、粛清、粛清、一向にメスになっとらえないか。シナリオ通りじゃない。どうなっとるんじゃ。た大変です。なんじゃ、次から次にヒトラーがメスにならない理由が分かりました。何？報告しろ。はい、ヒトラーは定期的に男性ホルモンを投与してました。俺、かっこいい。え？